っすぐ行けるのならばすぐ着くな。行けなさそうだな。いやもうちょっと頑張ったら行けでぴったり収まった。いや運転さ、うん、やっぱ運転はパッドの方が絶対やりやすいんだよな。まあそれはそうだ。めっちゃ難しかったもん、キーでやった時。正直俺エリアの移動もさ、あのキーボードだと、うん、あの移動速度の調整ができないからさ、まあ、できないね。それもそれで難しそう。3コンボ、よし。3コンボ。あ、6コンボね。ああ、3コンボ。あ、今コンボ続いてる。ひき逃げやん、実際会場。イエーイ。おらおらおいおいおい。やれー。あ、むずい。やれ、やれやれやれ。めっちゃ難しいんだって思う。降りる。あ、いけ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 。はい、この車の上からの射撃マジむずい。それがねできればもうプロフェッショナルな。プロフェッショナルすぎるもん。奥になんかいるな。いつまいの、え、あ、はい、あ、どこ。早く早くこの車に乗れ。いて、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 乗ってるよ俺、めっちゃ乗ってる。そっちかよ。いやもう、もういい。あ、いて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 。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、え、どっから撃たれてんのあれ。いた、隠れやがって。もう行きましょう。はい、やった。どんだけ来るんだよ、野蛮な車両。野蛮だわ。さて、上の方から行きたいな。なんか上すでになんか墜落してる風だけど、これはもう無理だな、これ。よし、車がもうぶっ壊れかけてる。あ、これ登れ、ここ行けんの。なんでこれが行けるんだ。登れる。するとかないだろうな。大丈夫大丈夫。なんで燃えてんの。行けるんだ。え、どこのヘリが落ちてんのこれ。わかんない。さて、ああ、ここは多分大五郎のその拠点のうちの一つなんだろうけど、すでにセンティネルがね来てると。もう140レベル。へえ、さあスマートにやるぞ。ああ、すでにちょっともうこれ45度も傾斜ないでしょ。本当に30度ぐらいかなこれ。傾斜に厳しいから。厳しすぎるよ。さて、まずはあの屋上にいるスナイパーをやっちゃおっかな。はい、あ、はい、うん。高低差のある敵を減らすのが鉄則だな。そうだね。3人一緒にいるんだよな、あれ。そういうやつは後回した。こいつ大丈夫そう。はい、ん、一人警戒。大丈夫大丈夫大丈夫。スピーディー。こいつらスパパッとやっちゃうか。あのアルファ周辺の場所が悪い俺の。あー、また滑る。もうあー、アルファ、あ、こいつやれんな。はい、アルファじゃない方やるよ。オッケー。あ、待って、場所がとても悪い。俺は今撃てる。いいよ。はい、え、もう、あ、赤いもんやな。奥か、あれ、うん、手前の民家は OK だ。あ、ドローンだ。あと、あ、なんだ、あ、通信兵。ちょっとね、プールサイドに通信兵いるから、あいつはやっておきたいな。今向かってるわ。ただ、あ、ここに
フルサイドまだ他に敵がいる。まあ普通にいるね。まあいいや、手前の家をまず調査すりゃいいから。うん。ダイゴルの秘密をこれでもかと探ってやる。これでもかと。まあクレーターもあるしな、そこ。ちょっとこの家虐殺されてるけど、センチネルに住民。おお。住民なのか、はたまたアウトキャストなのか。死体発見され、あるあ、ドローン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 。ドローン。セーフ。おい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 。グロいよ、ここ。これか。ね、情報はだいたいパソコンに入ってるっていうね。パスもかかっている。ガバガバセキュリティかな。またポールマデラだ。またか。ん、戦略マップ、あ、違う、ポーラマデラ、なになに、あ、これじゃないや、セーフ、おい、ポーラマデラのバッテリー計画書。バッテリー、スケルテックのために開発した試作エナジーセルの計画書。はあ、はあ、はあ、ほん、改造することにより破壊的な爆破装置になる可能性がある。野蛮なもの。え、じゃあひょっとしてポーラと結託して実はこんなものを作ってるっていう。まさかの。でもそう考えたらポーラは何、セッションに使われるようなものを作るのは嫌だったのでは。ね、大五郎に秘密にしてんじゃないの。そういう、あ、なんかサッカーできるじゃん。なんかね。このボール動かない。もうできるよ。あ、できる。ちゃんとサッカーできる。一個しかねえよ。わざわざね、足ではなく銃を使うっていうね。さて、もうここに用がないので行って。そこ死なない？大丈夫。そこにあるクレートを開けて。よいしょ。よいしょ。大五郎いろんな人に追われてるけど、まだ無事に。なんか帰ったらなんかもう死んでましたとか言って。あ、ちゃんといるわ。そこの武装車両いただいちゃおう。はいはい。もう隣の車の高級車っぽい。よーいしょ、おーっと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 、はい、道を走ろうね。まだいたら敵、うん、おー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 。ハンドリングが、なんか一人いるじゃん。ん、この辺に。あ、一人じゃないな。事故です。事故です。あー、まだいるじゃん。あ、危ない、民間人、あ、セーフ、民間人セーフ。いや、あの、一人死んじゃった。ごめんよ。あ、ごめんよ。あ、もう一体いる。はい。やれ。おーおーおお、おい、敵が投げ出されて。車両最強か？車両すんごい強い。このまままっすぐ行けるのならばすぐ着くな。行けなさそうだな。ああ、いや、もうちょっと頑張ってる、行け。だってぴったり収まった。いや。なんだよ。2キロ徒歩だよ。あんなところに駐車場。ここなん、車通れそうじゃない、これ。これこれこれ。多分俺が先に着くな、これは。本当？まあ確かに。いや、俺の方が。何を言う？あ、バイクあった。バイクあった。なんでバイク。
待って、ここめっちゃくちゃ植物落ちてる。俺の負けに決まってんじゃん。あ、インフォメーション。ピーポー。見てて。いや、怖がらないで。本当だ。いやーいやーいやー。この場所を探すのを手伝ってくれないか。ありがとう。じゃあまた。あざした。はい。ここバイクもう一台ある。よし。アトラクションだな。アトラクション。おお。待って、ヘリに見つかる。待って、この。ん？なんだ？あ、早くしないと先に着いちゃうぞ。ちょっと今吹っ飛んじゃって。それこのバイク早すぎんよ。爽快感があるわ。ああ。ちょっとキーボードじゃ制御がに。よいしょ。よいしょ。あ、さっきから体力減ったり増えたり。何を。おっちゃん、そろそろバイクぶっ壊れるね。はい、大五郎。早いわ。大丈夫か？イベントシーン。とりあえずは無事だ。作業場を見つけたが、あれはあんたのか？ポーラの設計図を見つけたんだが。今は時間がない。センティネルの正体に物資を奪われた。あれがないと生きていけないくらい重要なものなんだ。頼む。荷物を取り返して合流地点まで持ってきてくれ。わかった。だがこの書類は俺が預かる。お？お？荷物を届ける。なんだよ、こっちのお話には全く答えてくれないのに。頼み事は一丁前にしてくる。で、次は。トラック、多分これのことだよね。あ、それか。はあ。なんか美味しそうな色してる。あれ、待ってよ。何？目的地が、あの2キロの方じゃん。ああ、違う、このトラックじゃないわ。あの、今すでに物資を積んでる、あ、違う、物資というか備品を積んでるトラックが奪われて今まさに走行中なんだ。あー、じゃあそのトラック壊さないように取り返すぜ。おい。なになになに。いや、俺自分の乗り物できなさいよ。自分の乗り物ワープしたせいでないんだけど。あ、ヘリあった。待って、待って待って待って、ここ敵がいるじゃない。このヘリ取れないよ。あとでファストトラベルしてトラック近くまで行くから。俺美味しそうなトラックで向かってるから。いや、遅すぎて遅すぎて。そうだ、そんなでかいトラックでね、ぶつかっちまえば余裕で停止はさせることができそう。まあ、ね、あ、こっちに来てるトラック、急いでくれ。あ、今切ってるよ。俺はちょうど道路走ってるから。あ、いけ、そのまんまぶつかっちまえ。いいぞいいぞいいぞ。おろおろ。よーし、うまいぞ俺。こっちの画面から見たらね、接触に失敗したように見えたな。マジよりいい感じにドリフトしてケツ当てたんだけど。 OK。 お、さてと、あれ、ん、あ、死んだの、これヒットマークが出てなかったから俺が倒した。待って、またまた危険な車両が。本当だ。タイヤ。はいはい。あ、なんか落としたな。緑。お、ヘッドウェア。完全にこれはもうスノーウェアみたいな。ほほん。よし。さて、柄が全く同じだけど、これが備品積んでる。あ、デンジャーって書いてある。めっちゃデンジャー書いてある。シメヤロ。あ、本当だ。マデラのバッテリーがこれだけあれば、島全体を吹き飛ばせる。島全体吹き飛ばせる？だってこれエクスプロシブって書いてあるから、爆薬積んでんな。
あいつやっぱよからぬこと考えてんじゃないの。なんか怪しいな。これどうするつもりかね。何するのか。このトラック事故ったらやべえな。あれドカーンだよ。ドカーン。いや島ごとドカーンだよ。物語おしまいで。バッドエンド。ブレイクポイントカーンだよ。でもこのトラックブレイクポイントだよ。あそういうね。なるほどね。今俺はぶつかろうかと思ったけどね、あのドラム缶がちゃんと見えたからね、俺はそんなね自殺行為に走ったりはしない。到着。すぐ取り返せたけど。で？で？なんか大五郎は一体どこにいる？あ、いねえし。姉に会いにサウスケープ捕鯨基地へ行ったけど、どうしたんだ？気にするな。ああ、春日は姉だ。ああ。今知った衝撃の事実である。まあ、名字同じだしな。まあ。え、そこのトラックここに置きっぱなの？なんだよ、取り返せって言ったら今度お前、雲隠れがよ。ほんとよ。ああ、これか。ウィンディー諸島に戻ればいいんだ。うん。であるならば、また例のファストトラベルだ。あーあ、開いて。さて、ハルヒ、もうちょっと楽に降りさせてくんねえかな、ここ。自分たちの用事を済ませてた。ゴミを捨てに行っただけなのよ。怯えて暮らさなきゃならない。弟はどこに行ったのかね。本当に腹が立つ。大五郎はどこだ。ノマド、無事か。ねえ、待って。クソ野郎が。爆発物を積んだトラックを追わせるのなら先にそう言え。人を何だと思ってるんだ。なあ。それにこの設計図は何だ。お前なのか。30人を吹き飛ばした爆弾魔は。暴力はやめて。お願い、説明させて。お前の計画だったのか。ねえ、待って。本当に。僕も騙したな、このテロリストめ。あれはミスなの。弟は恐れただけ。建物は無人のはずだった。あの建物は無人のはずだった。間違った情報を渡されたのよ。アウトキャストは愚か者の集まりだな。未来は人のものだ。デウス計画は人を超えた AI を作るのが目的なのよ。あの設計図は？ん？ポーラのものか？いえ、弟がエナジーセルを焼夷装置として使う方法を見つけたの。
彼女には内緒にしてた。人を殺めてしまったし、彼女は大切な人だから。殺すつもりか？どうする？ああ、これ選択肢によってはアウトキャストがもうバイバイねえ。なんか30人も殺したくせに、ちょっとそれ言ってみたい。これにしようかな。言ってみたい。マジか。30人も殺したくせに、はい、お前を八つ咲きにしたいところだが、センティネルがいる以上助けがいる。だがお前と春日のしたことはポーラに伝える。ならず者、謝っておいて。この事態をどう思う？あ、これ多分どれ選んでもこうなるんじゃね？なのかもね。じゃあちょっとマデラに告げ口じゃ。告げ口じゃ。聞いてくれよマデラ。おい、一人にして言い争う元気がないの？争いに来たんじゃない。話がある。ハルヒと大五郎だ。研究所を爆破したの噂は聞いていたけど、二人は誰かを傷つけるような人じゃない。恋ではなかったんだ。でもやった。そんな気はしてた。でも誰かが二人を陥れてテロリストにしたのかもって。あんたのエナジーセルが爆弾代わりだ。大五郎が技術を流用したんだ。センティネルもそれを再現する手段を得た。そんな。大丈夫か？真理は何時らに自由を与う聖書か。あれ嘘ね。ジェイスが夫のためにしたことを知った。ハルヒが私の技術で行ったことも。ジェイスの元へ。改心したぜ。よし。最後の頼み。この場所を知らないか？はい。マデラ最後の頼みだ。ありがとう。最後の頼み。いいでしょう。またここへ。もう回復したのか？プライド以外はね。どういうこと？ポーラ、ならず者と一緒に行くの？スケルの元に？あなたは私の成果で30人も殺した。ここにはいられない。ジェイス・スケル、奴は怪物よ。ならあなたは何？鏡を見なさい。私はこの戦いを戦える人間になっただけよ。あなたは諦めるの？いいえ、自分の戦いをする。行きましょう。待って、センティネルがあなたのバッテリーを3個手に入れたの。爆弾に改造するつもりよ。バッテリーを使うのか？あのバッテリーはすごく小さいから、小型のドローンに入れて大きな爆発を起こせるの。奴らは娯楽施設で起爆して私たちに罪をかぶせるつもりよ。
偽旗作戦か。ストーンらしいやり方ね。なあ、ここで一緒に解決しましょう。いや、場所だけ教えろ。俺がやる。そう、手を貸すわ。設計図のありかは分かっている。葬らないと。涼しいな、伊藤家。マデラをヘリコプターのところまで護衛する。あ、マデラ連れていくんだ。あ、じゃあ安全運転で。安全運転で。パラシュートでダメだよ。マデラ。実際はそれどころじゃないの。友達が何人も重装者を受けたの。